皆さん、サッカー見てますか？どうもこんにちは、エアクラーター20です。さあやってまいりました、ドイツ戦。今回はね、カタールのスタジアムまでは行けなかったので、対戦国現地ドイツで観戦した模様をお届けしたいと思います。メディアはね、ボイコットしているところが多いと騒ぎ立ててますが、しっかりと皆さんサッカー見てます。そして奥に行くと両国サポーター集まっておりますよ。それでは試合見ていきましょう、どうぞ。Genau. Gewossen. Okay.
でしょ。本物じゃないけど。プラスチックとかでしょ。来た。いや、止めろ。だいぶセンターサークル付近がモテるよ。もう三笘行け、仕掛けろ、仕掛けろ三笘。じゃあシュトラップルの、いやメルの写真見たけどやばいわ。はい、いかがだったでしょうか。今回の Vlog、 いつもの感じとはねまたちょっと違った形なんですが、現地の生の雰囲気伝わったんではないでしょうか。よかったですね、勝ちましたね。日本人として本当に嬉しい。ただ負けたドイツのサポーターもね、帰り際に皆さんおめでとうと声をかけていただいて、またねドイツがねスペインとかコスタリカとやるときはね、僕はねぜひドイツの方を応援したいと思っております。そしてもしよろしければ、こんなチャンネルですが高評価チャンネル登録でぜひ応援してください。それでは最後、もう次節コスタリカ戦を見据えている森保監督の表情を見ながらお別れいたしましょう。エアクラーター20でした。バイバイ。日本、よくやった。